っちゃ綺麗だね。体型とかってどう？体型やばいですね、ビヨンセ。ダンスがうまいし。どんな性格だったの？明るい、か優しそう。どんな感情、彼女に対して振り回されそうじゃない？分かってくれそうな感じがする。エキゾチックですね。これあんまり好きじゃない。めっちゃセクシーですね。やばく、あ、やばい、これはやばい。でもそんなに遊びな感じしないじゃん、うん、見た目だけだよね。見た目だけ。ご飯とかうまそう。うまそう。まあでもすごい、まあでも美人ですよね。強そうな。綺麗ですね。体型好きですね。やばいです。家の外と中で性格違って、外だとちょっとリードしてくれる感じのウェイみたいな感じで、中だと多分ちょっと甘えてくる感じですね。でもさ、目でこ外人って笑うときなんかミーってなるのがいいね。わかる。え、めっちゃ綺麗。わがままっぽそう。気が強そうや、ね、うん。あ、俺これ嫌い。え、俺この人のがタイプだよ。そう。ちょっと窮屈そうかもしれないです。縛りが多そう。そう、それで口でかいっすね。目力がすごい。なんか結構日本人に甘くて人気あるんですけど、なんで。あー、でも日本人が好きな顔してますよね。黒髪でなんか視覚的な印象が日本に近いって感じもありますね、うん、あー綺麗だな。これは可愛い。綺麗だ。弱みを見せない明るい人。そうね、すごい仕事ができそうですね、ダンサーでは。相変わらず綺麗。やっぱ綺麗。外人って綺麗だもんね。スタイル良い、いいんじゃない、普通に。理想的な。やっぱ鼻高いな、外人って。なんかめっちゃ酒飲みそうじゃない？そうか。ウイスキーとか飲んでそう。彼女にしたら喧嘩しそう。なんで？口喧嘩しそう。あ、俺こっちの方がタイプ。合わないね、趣味。なんでなんで。いや、チャラそう。でも楽しそうじゃん、この人。やっぱ唇じゃないですか。セクシーだよね。そうだ。いや、もう文句ないです。文句なしだね。お酒一緒に飲みたいですね。うん、確かに。実は寂しがり屋みたいな。強気な感じですけど、なんか初見だったらなんかちょっと近寄りがたい的な。でもなんか仲良くなったりしたらめっちゃ仲良くなりそうな。六本木とかにいそうっすね。クラブのママさんとかしてそう。でも俺はちょっとタイプじゃねえや。でも綺麗。もう明るいって感じ。毎日なんかテンション高そう。楽しそうね、うん、でもずっと一緒にいたらちょっと疲れるかもしれない。いや、楽しそうだと思うけど。なんかさ、普通に音楽が流れてたら踊りそうじゃない。わかる。あー無理。あー、ちょっとダメですね、これ。無理。顔が無理。東南アジアっぽい、うん、あ、友達としてはいいよね。何人ですか、この人。ドミニカ系アメリカ。あ、あんまり真ん中分けは似合ってないですね。髪型はこっちの方がいいね。場を盛り上げてくれそうな。顔は童顔なんですけど、童顔の割には考えがすごい大人みたいな。一緒に海行きたいですね。なんていうの。いや、なんか雰囲気っす。綺麗。綺麗。スタイルはいいけど、顔が強そう。口が悪そう。でも一緒にいたら多分楽しいと。なんかおしゃれなレストランとか行きそうだね。お休みの中とかしそうじゃん。わかる。わからなくもない。あ、やだ。あ、一番嫌だ。一番悪そうじゃない。そうじゃない、うん、自分大好きで、うん、めっちゃ遊ぶ。なんか本当申し訳ない。あ、ミラクリンス、これちょっと太ってますね。これちょっと化粧濃いね、うん、これ結構好きですね。皮肉とか言ってくる。あ、それ以上ない感じ。ミラさん、なんかいろいろと人生を経験してそうです。人間付き合いがうまくいきそうな感じが。見た目の割に
結構優しい性格っていうギャップに男はやられますね。僕がどっちかっていうと子供の世話して仕事してますね。その仕事めっちゃするんですけど、家事とか、まあ、子供とかそっちもすごい熱心にやってくれる。そう、何事も全力多分最高の彼女になると思います。いや俺はビヨンセだな。やっぱスタイルいいし胸も大きいし何歳になっても綺麗だから。誰でしたっけ？2番目アンハサウェイ。はい、でも顔ですからね。で俺3番目2番目でした。声とか性格も良さそうだったんで。僕はミラーキュニスですかね。僕童顔な感じが好きなんで。スカーレット・ヨハンソン求めても全て金髪で私の好きな外国人っていう理想のイメージ。アン・ハサウェイさんです、まあ、他の方も結構見た目とか、まあ、イメージとかでもいいんですけど、それでもとりあえずパーフェクトなんですよね。言葉で表すのは難しいっていうぐらいアン・ハサウェイさんが僕は一番だと思います。あのルックスだったらアン・ハサウェイさんなんですけど、彼女とかだったらミラさんがいいですね。あの人生のパートナーに近いになれる存在に近いかな。ただ可愛いだけとかなんかなんだろう、性格良さそうだけじゃなくて、二人でお互い指摘し合って頑張ってこうぜみたいな感じになれそうな気がしますね。ちなみに彼女はウクライナ出身です。知ってます？ああ知らなかったっす。10歳の時にアメリカに来て、はい、ですごい英語は喋れなくて、頑張って勉強して、いける気もする。やっぱ苦労がにじみ出てますね。素敵です。 Hey guys, it's Yuta. So are the results surprising to you? Well, for me, I thought Leslie would be a little more popular, but I think people have different tastes. And if you want to learn actual Japanese that actual Japanese people speak, you know, young Japanese people like the ones in my video, you should click link and subscribe to my listJapanese with Yuta. Also, this channel is made possible by your support. So if you want to support me, click the link and go to my Patreon page. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao.